そろそろお昼ご飯にしようよ。今日のお昼ご飯はこの前オープンしたお弁当屋さんで買ってきたんだ。美味しいって評判のお弁当だよ。へえ、美味しそうだね。いただきます。あ、この前プレゼントした前箸を使ってくれているんだ。うん、大切に使ってるよ。あれ、ミオは割り箸なの？ごめんごめん、お店の人に割り箸いりませんって言いにくくて。前箸はゴミを減らすだけでなく森林を守ることにもつながるんだよ。さあ、勇気を出して割り箸はいりませんって言ってみよう。一緒に始めよう、スリムな暮らし。 Oh!